はい、皆さんこんにちは。本日はゆるい釣りをお送りいたします。あー、絶対だ。釣り人が多すぎた。さすがに日曜日は多いですよね。ちょっと軽く散歩してみました。意外なところになんか石碑が立ってますよね。名前を出してはいけないあの人。タワーぐらいあるよ。あとどっか緑が足りないところにでも植えてやろうかなと思います。ピッコロ、クリーン、悟空、待ってろよ。道間違えて落ちた。結局前回と同じ場所で釣りすることにしました。ここも意外に釣り人が多かったです。動画撮ってなかったんですけど、めっちゃ一発目でボラが来てガイド壊されました。今日はルアーをしてる人がいました。お気をつけて。なんか茶色いのがいたんですよ。で、何かと思って見てたらウミガメだったんですよ。カメジャンプ。感動したわ。普通にトップガイド壊れました。本日の釣果は旗です。ちょっと刺身にしてみようかなと思ったんですけど、お腹空きすぎてそのまま焼いて食べました。また頭味噌汁でも作りたいと思います。普通に味だけでいったらめちゃくちゃ美味しいです。ちょっと食べるところが少ないなっていう感じでした、ね、サイズがでかいければもうすごいです。超頭も焦げが映ってますやん。変なの取り付いてますやん。空気そんな感じで一日終わります。グリフィンドール、またな。